守りたいという気持ちが強くなります。お前への贈り物が届いています。今すぐ確認したらどうですか？欲しいことです。先輩の強さ、身をもって思い知りました。先輩への贈り物です。運んできましょうか？先輩のお部屋に来ると最近はドキドキしちゃうんです。夜更かしすると明日が辛いということは分かっているのですが。